今日の建物探訪は、緑いっぱいの庭を眺めながら暮らせる都心の家。ご家族はのんびりと都心ライフを楽しむご夫婦と愛犬シャキ。いい庭だね。あ、すいません、失礼します。ここがお風呂場です。なるほど。なんかやはり落ち着きますよね。ホッとできる。小さいですけども。いやいやいや。でこのタイルの色は自分で決められたんですか？いや、あの設計の人。なるほどね。でも綺麗な黄色ですよね。あったかい感じよね、このなんかコンパクトな空間にというのも一つなんかデザインのね、歴史の中にありますよね。いや、とてもなんか気持ちよさそうです。はい、滑りがいいね。で、開きじゃなくて、はい、ということですよね。そうですね。結構だからレールがなくて、上だけのレールで吊ってるだけなんですけど、一応あの年齢高いんで私たちがあの転ばないように、はい。で、出入りですけども、はい、出た時にこの緑がね、そうですね、この一風呂浴びた後、ね、しばらくこうして佇んでという感じだな。そうですね。階段なんか腰掛けて庭見たりして、それね、できるんですよ。ね、廊下の白一色に見えた壁にこんな遊び心。中庭からの自然光が壁の下地にランダムに開けられた穴から漏れ、模様が浮かび上がります。建築家自ら現場で考えながら切り抜いたという老作です。さらに廊下を進んだ先のトイレの壁、ドアにも切り抜きがあり、照明が漏れて使用中かどうか一目瞭然です。はい、失礼します。はい、ベッド2つ、いやいやいや、3つです。シャキちゃんのこのベッド。3つで、時々我慢しきれずにトントン登ってくるというね、なんか目に見えるようで、ね、竹ですよね。竹の子が出てます。竹の子、あ、本当だ。すっくと、ね、緑を見ながらということですよね。はい、ああ、そうか。さっきのベランダのところの真下ですね。なるほどね。この上がベランダですよね。いわゆる地下的要素っていうか。そうですね。ちょっと微妙に低くなってるんで、下げてあるんで、それで夏涼しく冬暖かくなるみたいなってんですね。いや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 、これいいな。庭は斜めに作るべきだね。狭い土地だったら斜めに作る。ただちょっと登るとかね、上にこう行くのは結構大変なんですけども。ああ、出ればね、はい、ちょっと、はい、この辺でさ、はい、やはりさ、そうです、人はさ、こうだよな。そうです。アジサイちょうど咲いてる時はもうすごくそばでいいですよ。花が咲いてる時は。でもあの植物との接し方っていうのはあるけども、見下ろすとかね、ありますけども、こうして、こうやって、こうやって見るっていうのもね、虫と一緒。あ、虫だ。虫ですね。いいです。あれは、キャベツみたいなのはあれ何でしたっけ？ギボウシ。ギボウシ、はい。でもこれはあのこの土と一緒についてきて、自然に生えたんですけど、はい、だから多分この竜のひげと一緒に来たんですね。いやトロトロだ。この建物、不思議。やっぱりね、シャキちゃんのあの表情は ご両親というかご夫婦から、そしてまたこの建物から結構いろんなものをいただいて、あんな表情ができるんじゃないかしら。聞いてます、そこ聞いてる。痛いよ、後ろに。まいったな。驚いたね。聞いてんだよ。外に対しては閉じ、
中庭に面して大胆な開口を設けた間取り、スロープをつけたことで実際には3坪に満たない庭がより広く感じられます。都心にありながら緑を感じて暮らせる村建て、建築費は3000万円、坪単価は120万円でした。村田さんのお宅いかがでしたか。どうせ年を重ねるならこんな夫婦にという感じがいたしますね。その二人が依頼した建築家がカナダオランダ人です。西洋文化いろんな見方ありますけども、まあ生きると言いますか、人生楽しくなければということはあるんでしょうね。でそのために豊かになるというその歴史の積み重ねがすごいものがあると思うんです。実に心地いいです。そういう工夫ありますね。斜めの庭、こっからどうでしょう、豊かなものが得られます。でも何といってもこの建物の主役はシャキちゃんさ。